はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビジです。では今回は提督の決断3パープキット PC 版レイテオ機械戦シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回はですね、ウェイキーから、撤退を行いました。米軍がね、攻めてきているのを察知したので、ウェイキーの戦力ではどうしても守りきれないと判断して、貴重な航空戦力、陸戦隊、物資、資源、石油、これを守るためにウェイキーから撤退を行いました。なのでウェイキーがね、今アメリカ軍の支配下になっています。で、代わりにと言ってはなんですが、ウェワクを取り返しています。ただこのウェワクはこのまま維持するのが非常に難しい拠点になっていて、このまま行くとですね、連合軍と帝国軍がウェワクをめぐって取ったり取られたりを繰り返すということが容易に想像できます。で、これは国力に劣る帝国にとってはですね、あまりいいことではないので、ここは一気にですね、ラエ・ポートモレスビーを攻略する作戦を発動していきたいと思います。で、その攻略にあたってはですね、まずはクレから陸戦隊を乗せたこの第10輸送艦隊、これ以前は空母艦隊、機動部隊だったんですが、空母の数が減ってしまったので、空母第6艦隊に合流。この第10艦隊は輸送艦隊として再編して、これを陸戦隊と物資資源の運送を専門にした艦隊にしていこうというふうに思っています。で、この艦隊を使ってですね、ニューギニアに勢力を持っていきます。で、あとですね、そういう意味で言うと、攻略のために使う艦隊としてはグアムに入っているこの第6艦隊、これ機動部隊ですね。この空母艦隊を使ってですね、ラエ・ポートモレスビーを空襲していきます。早速指示を出しましょう。で、ここにも陸戦隊は乗せてます。なので陸戦隊をね、送り届けるという任務も備えています。で、第2艦隊は一旦洋上で待機させましょう。残念ながらね、航空戦力は持っていない戦艦の艦隊なので、そのまま突入させると非常に厳しい状況になるというのもあるので、一旦ですね、トラック沖で待機、必要であれば突入させていきます。では時間を進めましょう。はい、上枠が今度逆にね、米軍に取られています。これが冒頭でお話した取った取られたの、差し合いになるというところですね。で、上枠に米軍が今、守備隊としてどれくらい入っているかというのは、工作員を送り込んで確認しましょう。13だと思うんですけど、これがですね、13であれば、13を確実に削ってですね、13ですね、13を確実に削って、ラエ・ポートモリスビの陸戦隊の数を減らしていきましょう。それはそれでね、立派な戦術だと思うので、上枠を今度、ビアク、それと空母艦隊で攻撃を行って、その後ですね、陸戦隊を投入していきます。なので、上枠を取ったり取られたりしながら、このニューギニアでのね、力関係を逆転させていこうというふうに思っています。もちろん、このニューギニアに展開している原油戦力で言えば、米軍の方が、連合軍の方が圧倒的に多いんですが、ここに空母艦隊と、第10輸送艦隊が連れている陸戦隊を下ろすことによって、ミリタリーバランスをね、一変させようと。そういう作戦です。はい、ではですね、空母艦隊作戦海域に入りましたので、ここから作戦を行っていきます。攻撃目標はラエ、上枠、ポードモレスビーなんですけども、まずはね、ラエを攻撃していきます。で、上枠の方も陸戦隊を下ろしにかかりたいと思います。では第2艦隊がね、上枠に到着、ごめんなさい、第6空母艦隊ですね、が上枠に到着で、第10輸送艦隊が美薬に到着してますので、まず美薬の方にですね、陸戦隊を下ろします。陸戦隊と言わず全てを下ろす。で、この後はクレに戻ってもらって、クレでまた陸戦隊を乗せて戻ってきてもらおうと思います。それの繰り返しをね、しばらく行うことによって、この
劣勢な状況を打開しようというのがこのニューギニア方面での作戦になります。はい、ウェバック取り返しましたね。でウェバックの方にはこのまま一度第6航空艦隊を入れてここに陸戦隊を下ろします。で陸戦隊を下ろしたらラエの方の攻撃に、第6航空艦隊を入ってもらいます。ラエの方の陸戦隊が33、ボートモレスビーも確認しておきましょうか。ボートモレスビーの方が51入ってますね。では第6艦隊ウェバクに入りましたので、ウェバクに長くいると敵の空爆にさらされてしまう可能性があるので、それを避けるために陸戦隊をさらっと、まあ、サクッと下ろしましょう。で物資とかはね、ちょっとここで下ろしてもきっとすぐ空爆で失ってしまうんじゃないかなと思うので、下ろさずに行きます。陸戦隊だけ下ろしましょう。目標はあくまでもね、ポートモレスビーまで進むというのが目的なので、ポートモレスビーのね、攻略のために余力を残します。はい、第6航空艦隊がポートモレスビーの基地航空隊に捕捉されてしまっています。これね、空母を失わないようになんとか逃げ切りを図っていきましょう。はい、直撃機失いましたが、空母は残りましたので、このまま空母を一旦逃がします。直撃を全部失ったので、このままここにいるとかなり危険なので、作戦を一度中断してですね、グアムに戻してグアムで、航空機に乗せていきます。まあ、直撃機がね、身を挺して、空母を守ってくれたという状況ですね。いやー、このラエ・ポートモレスビーの攻略、相当手こずりそうな予感がするな。上枠に基地航空隊をビアクから移しますか。持つかどうかなんですよね。陸戦隊が44でしょ。第2艦隊も陸戦隊全部下ろせば80規模になるので、ビアクの基地航空隊を全部上枠に移しましょう。で、上枠で、しっかりラエ、ポートモレスビーを空爆できる体制、そして基地を守れる、直撃機を上げられる、そういう体制に変えていきましょう。なので、すべての航空隊を一度、上枠に移します。これが基地と出るか、あるいは京都出るか、全くわからないんですけど、まあ、一か八かの、まあ、そういう作戦にはなりますが、このままここにいてもね、やっぱり、冒頭お話した通り、国力、戦力で劣る日本軍が自利品になっていくのをね、ただ指を加えて見ているだけということになりかねないので、まあ、そういう状況を避けるためにですね、ここは起死回生の上枠に航空隊をすべて移すというね、まあ、ちょっとそういう作戦に変えます。今度はですね、トラック基地の方にアメリカ軍の艦隊がやってきています。トラックは守らなきゃいけないところなので、直撃機も出しているんですけども、戦艦が2ですね、アメリカ軍の第7艦隊。陸戦隊は乗っていない。ですね。まあ、ただ砲撃を食らっているので、もう近くにいるのは間違いがないと思うので、まあ、しっかりね、索敵を行って守備を行いたいと思います。上枠の方に入った第二艦隊からは、陸戦隊を下ろします。おっと、陸戦隊が乗っていない。乗っていない。そうか。トラックが来たから陸戦隊が乗っていないな。迂闊だったな。この第二艦隊の処遇が困ったぞ。ラエの守備隊が33、敵のね。味方が
44。持つのか持たないのかちょっと微妙だけど、物資輸送で、とりあえず上枠の方に、さらに送り込みましょう。これは、これ、苗に攻撃するには、数がちょっと不安がありますね。どうしようかな。上枠にこのまま第二艦隊入れておくのはかなり危険なので、一度尾枠まで退避させましょう。で、必要であれば尾枠から攻撃を行います。それか、ダバオまで戻して、ダバオだったら陸戦隊かなりの数置いてあるので、ダバオに行ってダバオで陸戦隊を乗せて来させましょうか。では、また時間を進めていきます。はい。ついに、というか、まあ、ここまで接近されないと敵の艦隊を捕捉できないというのもね、微妙なんですが、まあ、敵のね、艦隊捕捉してますので、攻撃に移っていきましょう。まあ、前期選択して、1機、チーム、2個かな ?2 つのチームに編成して攻撃を仕掛けます。はい。サイパンの基地航空隊の方が、アメリカ軍の戦艦1隻を撃沈、1隻を中退破させています。まあ、グアムの方にはね、航空隊は、いないので、サイパンとトラックの航空隊で、敵の艦隊をね、仕留めにかかりたいところですが、敵の艦隊をロストしています。で、第2艦隊に寄港中に敵の空爆食らうのか、厳しいですね。はい。14艦2隻を失っています。これ急いで、やっぱりね、ダバーの方に退避させていきましょう。ポートモレスビーとラエ。この2つの基地を攻略しないと、なかなかこの先っていう展望が見えてこないですね。ではトラックの基地航空隊で敵の戦艦撃沈しておきます。で、新たにですね、アメリカ軍の艦隊、別の艦隊ですね、現れていますので、この艦隊、ちょうど今トラックの方に戻している第6航空艦隊で攻撃を仕掛けていきたいと思います。いや、本当にアメリカ軍、次から次に別の艦隊を送り込んでこれる力、相当ですね。相手の艦隊の規模わからないので、おっと、航空隊の編成数をちょっと誤ってしまいましたが、このまま戦闘に入っていきます。はい。また別の艦隊でしたね。第6艦隊。先ほどは確か第7艦隊だと思ったんですけど、今度は第6艦隊。これも戦艦にですね、陸戦隊を乗せている艦隊のようですが、これを1隻撃沈してます。はい。今、サイパンの航空隊がね、先ほど攻撃を仕掛けた第6艦隊、敵の第6艦隊戦艦の方に攻撃を仕掛けています。戦艦ミズーリ。これを撃沈しておきましょう。はい、輸送船と陸戦隊の方を壊滅させています。戦艦の方は中隊派ですね。では上枠の基地航空隊、これはですね、尾枠から転属させた航空隊数が揃ってきましたので、ライに対して空爆を開始していきます。損害大きいな。22機喪失か、敵の直縁を7削ってますね。守備隊を4削っています。要サイドも削り切れてないので、ここからね、進行部隊を送り込んで一気に、ライの攻略戦を進めていければいいかなと思います。オートモレスビーの方まで一気に攻め込めるだけの陸戦隊の数がないので、それはですね、今、再び、クレから陸戦隊を乗せた第10輸送艦隊を向かわせています。これでまた32増強されるので、その32を使ってですね、ポートモレスビーまでね、一気に攻略を進めていければいいかなというふうに思っています。
雷を空襲して、これで雷の守備隊を全部削り切りました。雷の攻略完了です。でこの後はですね、グアムで基地航空隊とですね合わせて増強をかけていたこの第6艦隊ですね、ここの空母艦載機すべて補充しましたので、これをですね一路ポートモレスビー攻略戦に投入していきたいと思います。ポートモレスビーまで取れればね、だいぶ楽になってくるというふうに思うので、ここをねなんとか終始したいと思います。でビアクにいる黒島さんをですねライの方に転属させます。で第2艦隊はですね、戦艦ヤマト、武蔵は健在なんですけども、高尾とかね いくつかの巡洋艦が傷ついているので、クレに戻して直します。この悲願であるニューギニアの攻略が完了したらですね、ガダルカナル、あとはブーゲンビル、ここまで取れれば、まあ、この海域は安泰かなというふうに思うんですけど、アメリカ軍の、ね、艦隊の行方がわからないんですよね。小規模の戦艦の艦隊第6第7艦隊は、戦艦を、ね、1隻ずつ撃沈したので、おそらくどっかに戻ってると思うんですけど、航空艦隊がね、ほぼノーダメージで健在しているので、それが今どこにいるのか全くつかめていない状況なので、まあ、不安がねやっぱりつきまとうという状況ですね。内従艦隊の行き先は上枠からラエに変更します。直接ラエに陸戦隊を下ろしましょう。ポートモレスビーの攻略に関して、上枠の基地航空隊とグアムを出航した小沢さんの第6航空艦隊、この空母艦載機でポートモレスビーを空襲して、ラエから陸戦隊を送り込んでポートモレスビーを攻略するという作戦内容になります。トラックの方には敵の航空艦隊の航空機が迫っていますね。これ発見できないとまたしんどそうだな。敵の艦隊の位置がわからない中の戦いっていうのがね、一番しんどいですからね。トラックの方の索敵機の数確認しておきますか。どれくらい索敵機置いておいたかというと、7機だけですかね、索敵機。索敵機、今更ですけど、トラックは最前線というのを出動しましょう。まあ、索敵機が残ってるかっていうね、別の問題はまたあるんですが、サイウンか。できればサイウンは残したかったですが、まあ、5機追加しましょう。これでトラック、周辺におけるね、索敵能力が少しでも上がればという期待です。では第6航空艦隊ですね、空爆始めていきます。ラエの方に敵の陸戦隊が入っているので、まずこれを壊滅させます。まあ、ここは自動で問題ないかなと思います。25陸戦隊削ったので、お金がなくてもポートモレスビーにスパイ送れないんですが、スパイ送るお金すらもうないっていうね、本当に厳しい状況なんですけど、25の陸戦隊敵削ったっていうことは、逆に言うとポートモレスビーの敵の数だいぶ減ってると思うん でここはポートモレスビーを攻略する千載一遇のチャンスと捉えてですね、一気に攻略を進めていきましょう。280機、直縁が105出てるので、これでどれくらい迎撃できるかですね。アメリカ軍の機動部隊の目標はここトラックだな。敵の直縁39削ってますね。味方が守備隊34削られてる。要サイドを築くね、あの物資がないんですよね。とりあえずトラックにいるこの潜水艦隊を出しましょう。で敵の艦隊をね発見してもらう、それに一役買ってもらいます。どうしようかな。
第6航空艦隊をトラックの方に戻すべきなのか、ポートモレスビーの攻略を進めるべきなのか、お金がもうなくてスパイが入れられないので、ポートモレスビーにどれだけ戦力が残ってるかがわからない中での戦いっていうね、なんとも言えない感じがしますが、第10輸送艦隊の陸戦隊で勝負するか、そうだね、第6艦隊は一度トラック周辺に戻しましょう。すいません、ちょっとねバッテリーが少なくなってしまってるんでお待ちください。はい、そしたらどうしようかな。危険極まりないのでトラックの守備はしたいのでマリアナ周辺に戻しましょう。で、ライに第10艦隊が入ったので、これで陸戦隊を下ろします。全部。で、その陸戦隊で、ポートモレスビーを攻略してもらいましょう。陸戦隊の数がね、それなりになると思うので、そうですね。60を超える。62まで陸戦隊増えましたね。63まで増えたので、これで一度戦ってもらいましょう。で、第10輸送艦隊は、ダバオに戻して、ダバオで、今度はね、陸戦隊を乗せていきたいと思います。心配なのがトラックだね。トラック陥落っていう事態は、やっぱりどうしても避けたいので、そうならないように、注意深く戦っていきましょう。で、ポートモレスビーはウェバックとラエの陸戦隊で攻略します。トラックに迫ってきている敵の艦隊は、トラックの基地航空隊、グアムの基地航空隊、それと第6航空艦隊を戻して、それで戦っていきましょう。ポートモレスビー110機。これが、輸送艦隊の方に襲いかかってくるわけですね。2隻撃沈されてます。これは、そうすると、ダバオに戻すという話をしましたが、ダバオに戻してもしょうがないので、クレに戻して、まあ、輸送船ね、失ったの本当に痛いんですけども、しょうがないので、クレに戻して輸送船と、あと駆逐艦をね、補充して輸送艦隊再編したいと思います。問題はトラックだよな。トラックに迫ってきている敵の艦隊が、まだわからないっていうね。これはですね、もう完全に日本軍の情報技術の低さ、によるものだと思ってます。日本軍ね、ご覧の通り今388なんですけど、対してアメリカ軍948、3倍の技術力の差がここでもう生まれてしまってるんで、それはね、策敵できないですよね。まあ、ただこのまま手をこまねいてるわけにはいかないので、第6航空艦隊を戻しますと。ポートモレスビーの方には陸戦隊が攻撃を仕掛けています。敵の陸戦隊の数16いたものを5削って11まで削ってますね。このまま削り切れればポートモレスビーが取れる、まあ、トラックが危ない状況ではありますけど、ポートモレスビーが取れれば、まあ、すんごく楽になるので、この空爆で仕留めましょう。決まってほしいな。よし、ポートモレスビーの攻略完了です。はい、というわけでね、今回作戦の目標としていたところを攻略できましたので、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、トラックの防衛戦、これを行っていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。